野球をね見に行きました。うん、なんかほんと偶然行けて、そうほんと急遽ふっかるだよね全く今日まで行く予定とかはなかったのですが、そう本当に急遽行けることになって、カホがそう誘ってくれて行けたんですよ実はそう去年も私そう行ってて、うん、去年もさあれだよね、巨人となんだっけ、巨人と横浜の試合を見て、そうなんと今年もですね行けたんですよ。いやなんか去年めちゃくちゃ楽しかったから、野球そうほぼ初めて見たんだけど去年だから、で今年もその試合やるってすごいいろいろ CM とかでさ流れてたから、行けたらいいなってこううすうす思ってたんだけど、まあ今年は行けないなって思ってたらなんと行けたんです。行けたので、見ました、うん、めっちゃね楽しかった。そう CM すごいいっぱいやってたじゃない。雨降らなかった、雨降るかなと思ったんだけどね大丈夫でした。うん、そうカホとレイナとルアと見ました。そうえもうすごいね楽しくて、うんすごいいっぱい声出したし、キャーなんかどっちをどっち派とかなんかどっち側とかなくないから私はそうだからほんとどっちも応援しました。うん、そうなの。でもねすごいね なんだっけ横浜のマスコットがめっちゃ可愛くて、なんかスターマンだっけ。いやビールはね飲みませんよ、だって未成年がいるからそう飲まないですジュースで、うん、ジュースとお水とお茶で、はい、だたこ焼きを食べた、うん、スターマン可愛かったし、なんかその何すごいダンス踊った一緒に、私の見て私のヘナチョコダンス、おおおおお、どう元気出るでしょこのダンス、じゃんみたいなダンスだ。なんかチアの人たちがキャーンって出てきて踊ってたこんなダンスがありました。そう目の前だったからすごい覚えちゃった、うん、一緒に踊った、うん、はい一瞬で完コピさせていただきました。サッカーもさすっごいこの間のサッカーもすっごい楽しかったけど、今日の野球も楽しかった、うん、人いっぱいいた、なんかそうなんです、行ってきましたよ、うん、選手の名前はねでも今日はちょっとのんびり見たので名前はあんまり分からなくて、あでも分かります、何人か何名かはすごいめっちゃ聞いたことある方もいらっしゃった、テレビで
見たことあったり、うん、カホの解説付きで見ました。今日もそう、岡本選手とか、あの、あと牧選手とか、あとあの、うん、そう、去年も牧選手をは見た気がする。わかる人、私本当に詳しくなくて選手の方とかわからないんですけど、そう、でもスターマンは覚えた。あとダンス、あとダンス、ちょ、これあんま多分歌うとバンされちゃう、もう歌えないんですけど、どうですか。うん、って感じ。そう、私はこのダンスを元気が出るダンスと呼んでいます。ちょっと曲名とかわかんないから、そう、だからいつでも言ってください、うん、私が踊ってあげます、元気になりたいときは。でもな、あとあれ食べたの、あのね、なんだっけ、あのメンチカツめっちゃ美味しかった。なんだっけ、ちゃんと名前ついてたんだよね、ベンチカツみたいな、なんだっけ、ベイス、うん、あ、そう、ベイメンチ、そうそう、ベイメンチ、ベイメンチ、うん、美味しかったですよ。ボール飛んでこなかった。でもあの1階の方でボール取ってる人いたわ、うん、そうなの。ベイメンチ食べた、めっちゃ美味しかった。パク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 、あとたこ焼き食べた。そう、今日は傘持ってなかったから、でもすっごい大きい帽子持ってたの、たまたま。だから帽子ちゃんと用意していつでもこう取れるようにしてたんだけど、まあ今日の場所的にあんまり来なくて、うん、うん、そうなんです。あの時鉄、そう、時鉄さんのあの脳液を担当することになりました。そうだ、今日告知されたんですよ。もうずっと楽しみにしてて、これいつ告知、いつ解禁できるかなと思ってずっと楽しみにしてたんです、うん、ついに私もあの時鉄の担当メンバーになりました。嬉しい、うん、そう、なんかね、私が選んでいただいた理由が、なんか駅の近くにあのなんか道の駅ん？があるのかな？あれ？なんかその名前がマリンがついてて、それで私も名前に海がつくから、そう、マリンドリーム能だ、そうそうそう、それそれそれ、そうがマリンで、なんか海でみたいな、私今回選んでいただいたみたいです。嬉しい。いや、私もちょっと楽しみにしてたんですよね、うん、そういう理由でした。私が今回選んでいただいた、うん、そんなカニがね、あのいっぱい食べられるみたいで、行ってみたいなって、ロケ行きたいと思いましたよ。そう、マリンちゃん
感じで私選んでいただきました。うん、本当カニが有名らしくて、うん、確かに何かあんまり私かなとは予想はされてなかったけど実は私が担当させていただくことになりましたのでよろしくお願いします。これからこれからいろいろなんかあるのかな、ロケとか。そうで撮影写真出てたと思うんですけど撮影したじゃないですか。でなんかその制服、時鉄さんの制服をこう私も着させていただいたんですけどめっちゃくちゃ似合うって言われた時鉄の方にそうなんか本当にいるみたい、本当の車掌さんみたいってそう言ってもらえて確かにちょっと自分似合ってたかもしれない。似合ってたよねやっぱりわかる、似合ってたんだよね なぜかすごく似合ってた、うん、ちゃんとこのやり方も教えていただきました。結構なんかね腕ひこう開くらしいこの肩肩、うん、嬉しかったです選んでもらえて。そう、あ、そうそう、肘張る、そう、しっかり肘を張るんですって教えていただいたので、うん、楽しみにしててくださいこれから、うん、なんかお仕事とかで行けたらいいなね、あっちの方にも。もう今日はそんな一日でした。今日さ本当に野球エコスタ行く予定じゃなかったからそうもうちょっと早くにショールームとかもやるつもりだったけど今日はエコスタ行ったのでそう帰りとかすっごい混んでてなかなか帰って来られなかったのでこんな遅くなってしまった、うん、そうなんです。今日は嬉しいお知らせができてよかったです。うん、でも結構ね人いっぱいいましたよ。いや全然遅くなのにありがとうはこちらのセリフですありがとう遅いのに、うんうん、楽しめたな、うん、そうあとねなんかサッカーの方もみんなで行きたいなってえー、ま、2万4千も嘘、本当に2万4千、うわすごい結構入ってたんだ。確かに人めっちゃいたもんな。そっかすごいね、わさすがだわ。やっぱ今日ってさ全国そうから平日なのにね、新潟の方が多いのかな。でもやっぱ野球ってすごいんだね。でも全国からなのかな。うん。そう両方結構もういましたよ。うん。うわすっごい2万4千か。
24,000ってめちゃくちゃすごくない？平日に。いや、そう、野球って本当にすごいんだね。うわー、すごいわ。うん、嬉しいですね、新潟がこうやって盛り上がって。じゃあさ、東京ドームとかもっとすごいってこと？だって東京ドームってさ、野球やってるんでしょ、東京ドームとか。あとあれだよね、今日の横浜は横浜スタジアムなんだよね。ハマスタ。いや、そう、アルビもすごいんだけどね。5万って何？え、ちょっと待って、想像つかないんだけど。東京ドーム行ったことないからさ。ちょっと見てみたいかも。なんか野球はすごいこうまたサッカーとは違ってさ、あの雰囲気もすごい好きです。なんか私は野球はすごいなんかゆっくりの、のんびりって言ったらあれかな、こう見れるなって思った。そう、でもさ、すごい本当にさ、アルビノっていうゴール裏みたいにすっごいこう声を出して応援をする方もいらっしゃるからさ、こういうことを言っていいのかもわからないけど、私は野球すごいね、なんかこうのんびりとメンバーともお話ししながら見られるのがいいなと思った。私の野球の楽しみ方はそんな感じ。いや、よかった、行けて本当によかった。あとさ、あの途中のなんかリレーも面白かった。めっちゃ速いんだもん、だってあのチアの方々めっちゃ足速いの。そう、ちょうどその時席離れててあんま見られなかったんだけど、最後の方しか見られなかったんだけど、めっちゃ足速いね、あれ。めっちゃ私も走りたいんだけど、あれ私も走りたい、そう、戦いたい。めっちゃ速い、足速いや。勝てないよ私、足遅いからさ。超走りたい。アンカーの人めっちゃ速くて、確かに去年もあったか、あ、毎回あるんですかあれは。でも去年も見た、あれ。え、必ずあるのかな、野球の試合には。あれ、必ずリレー大会。そうなんだ、ハマスタ名物。へー、え、面白。そうなんだ。いや、本当に野球があんまり詳しくないから、じゃあちょっと私は明日もお仕事なので、もうランキング読みますね。
よかった、遅くなっちゃったんですけど、ショールームできてよかったです。じゃあ読みます。ランキング73位、のんのん、ありがとうございます。13位、うずめ、ありがとうございます。12位、みみれパパ、ありがとうございます。11位、りゅうちゃん、ありがとうございます。10位、ハードチューンやす、ありがとうございます。9位、のりの、ありがとうございます。8位、みちおちゃん、ありがとうございます。7位、はる、ありがとうございます。6位、せってんがー、ありがとうございます。5位、たかのん、ありがとうございます。4位、スキャット、ありがとうございます。3位、ふうか、ありがとうございます。2位、みったん、ありがとうございます。そして1位、日焼け、ありがとうございます。ありがとう、遅くまで付き合わせてしまってすみません。じゃあまた配信するので来てください。ありがとう、おやすみなさい。